はい、では、ラチェット&クランクの続きをやっていきましょう。前回はここの惑星、オークソンでやりたいことをやったので、次は新しく行けるようになったこちら、プラネットバスター工場方便へ行こうと思います。出発。この船がプラネットバスターを。だな、すっげー戦艦。ということでやってきましたね。ジェットブースターには、はい、そら知ってるよ、もう。よし、とにかくあのバカでかい戦艦がプラネットバスターという巨大なミサイルを引っ提げて、何か攻撃をしようとしているから、その企みを止めなくちゃいけないみたいな、というところですね。クランクがようやくやる気を出してくれたみたいな。クランクじゃない、ラチェットか。ラジェットがようやくやる気を出すようになったようです。というところからですね、この惑星は特に空気が悪いとかないみたいなので、ボンベをつけなくても大丈夫そうですね。ん？行くぜ。あれ？こっちにも道あったっけか。先に行こうかな。行けるところは先に全部回る派なのだ。あーん。さあ、今回はどのガラメカを使おっかな。なんか前回えらい苦労して弾薬が全然残ってないのですが、大丈夫かこれ。サックキャノンくんが活躍してくれればいいんだけど。お、ここか。へぇー、へぇー、登れた。あれ、あと一箇所どこ。あったー、間に合うか。この最初のピッ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 っていうのが止まってしまうとやり直しになるから急がなくっちゃね。お、これはあれか。壁ジャンプをしながら踏んでいく。完全にラチェット向けの鍵の付け方みたいになってるけど、ここの鍵を設置した人はよほど運動神経がいいと見える。さあさあさあ、何でこの氷でスイスイっと滑るのは初めてかな。わお、これは普通に氷で滑っていたら間に合わないってやつだな。そんなあなたに、痛いー、ちょっと綺麗に食らったね。何やってんのあなた。ちょっと面白かったわ。よいしょよいしょ。線が伸びるまでに時間がかかるから、ああいうこともあるってありですね。はい、っと行くよー。よいしょ。あー、あと一箇所こっちでした。待って、へん、踏んで踏んで、間に合った。では引き続きやっていきましょう。あれ、踏めてない。そんなそんな踏めてないなんて、ごしょうにゃごしょうな。あれ、踏めてないんですけど、これ連打のタイミングが悪いと良くないのか。ここ、あれ、ここ、あれ、ここ、あれ？あれ？ここで苦労したことなんて今まで一度もなかったのに。あれ？ここだ！おっしゃー！あ、これ結構タイミング調整しないとダメなんだな。知らなかった。なんか雑にやっても普通にいけるもんだと思ってたけど。よし、じゃあ戻ってきたところで。スイングショット間に合ってー！入れました。なぜ今まで10周以上クリアしたことのあるゲームで一度も苦労しなかったところで苦労しているのか、これがわからない。謎のやりごたえを感じる。何気にこのよくわからない白いカエルみたいなやつ、今まで出てきた系統の敵ですけど、危ねえ。今まで出てきたやつとは違ってオムレンチの横振り1回で倒せないんですね。厄介だよー。よいしょと、やめて、地味に強いな。あばばばばば、お待ちー、滑る。なんか一瞬面白い動きをしていた。氷厄介だなこれ。氷で滑らなくなるスパイクシューズみたいなのがあればいいんだけどな。おめでとうございます、スパイクブーツを手に入れました。これで氷の上も滑ることはなくなりましたね、みたいな。ないんですけどね、このゲームには。はい、くるりん。ちゃんとジェットブースターで調整するのがいいかな。お、
原住民発見。原住民か。完全にただの作業員です。お話しましょう。ああ困った。ズバリお困りっすね。ドリルのスペアパーツなんて持ってねえかよ。こいつをどうぞ。家庭岩にぶち当たってよ。ドリル止まっちまった。あの岩、ラリタニウムっす。おいらが調子見るよ。はっ。はあ。うんうん。はあ。よっと。ほう。お前、子供のくせに腕のいいやつだな。いや、助かったよ。どういたしまして。ついでにその岩も捨ててこよっか。どう？あんがたよ。へえ。ラリタニウムを手に入れた。ラチェットの機械偉人の才能がこんなところで発揮されるとは珍しいですね。おかげで、なんか払ったりとか一切なく、レアアイテムゲットです。やったね。ラチェットのキャラクターの個性が活かされるとてもいいイベントだったのかもしれない。そしてラリタニウムといえば、惑星ポクタルで謎の研究員が、このラリタニウムさえあればいいものが手に入れられるんだけど、あんた持ってないかいと言っていましたね。また後で持っていきましょう。それはさておき、本筋であるこっちをちょっと進めようか。やめて、やめてって言ってんでしょうか。やめて、ちょっと多くない？今までとは人数の差が段違いですよ。これはさすがに私も怒らざるを得なくなったようですね。食らいなさい、ファイヤーバーナー。食らえ、焼き払ってやるぜ。あの見た目の敵キャラを火炙りにして一掃するというのは倫理観的にはちょっと怖いけど大丈夫でしょう。あんあんあん、ちょっとやーん、やめて。ここの敵怖いな。サクキャノン、サクキャノンだとここの敵一発で吸い込めるから結構いい感じですよね。グライナス、はい。あ、思い出した。ここめっちゃ敵いるんですよね。で、このなぜいっぱいいるのかというのが全部処理すると分かったはず。みんな吸い込みなさい、吸い込みなさい。くらえ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 。ほんと無限に出てくるような気持ちになるわ。お、いなくなった。全員いなくなったようだな。やったぜ。ここ敵いっぱい出てくるので全部処理するとスキルポイントもらえるっていうことを思い出したのでやっておりました。しかし弾の中に残っているのも、残った敵扱いというのは面白いな。まだ敵が残ってるじゃないってことでしょ。そう考えるとサックキャノンの中身って生きてんのか、怖いわ。ジャンプー、お、いいね。ゴールデンボルト、何があるかまだ覚えてなかったよ。何かあるとは思っていたけど。ゴールデンボルトも順調に集まっていくね。さあやっていこう。よいしょ。話は突然変わりますが、ラチェット&クランク、プレイステーション5で新作が出るらしいですね。やったね。雰囲気的には完全新作で、ハードも新しいので、プレイステーション3の頃に出ていた作品に近い感じの作風になるのかなという感じがしています。僕はね、このラチェット&クランクは、プレイステーション2で出ていたシリーズの1、2、3、4と、あとは、プレイステーション4で出た、この1のリメイク作品である、ラチェット&クランク・ザ・ゲームっていう、それしかやったことがないので、プレイステーション3系はやってないんですね。なので、どんな雰囲気になるかはまだわかりませんが、ちょっと期待があります。楽しみだなぁ。アクアタンク。あ、そういえばここ寒いから、放っておくと、ラチェット寒がるんですね。細かいね。で、アクアタンクさんが全然足らないのですが、これは、そういうことか。ああ、そうか、そういうことか。ここにタンクがあって、でっかいタンクね、貯水庫か。建物自体に水が溜まってるわけですね。だからアクアタンクで吸い出してしまおうというわけだ。さすがのアクアタンクさんだぜ。新しいラチェクラだとどんな、ガラメが出てくるんでしょうね。楽しみですね。
はい、ジャンプして、あれ、ここじゃない、向こうか、行くぞい、登れるかな、登れた、道なりに進む、おお、これだね、貯水タンクに溜まっていた水を吸い込んでは、いろんなところでぶちまけるという、この辺の管理者からしたらとんでもない行いをしているような感じがするけど、この貯水タンクの建物自体が水に浸って大丈夫なのかな、その辺は大丈夫なのかな、お水さんありますか、お水さん、これ以上なくない、あ、向こうか、よいしょ、あん、頭を引っかいた、お、そういえばこれがあったな、実はね、ジェットブースターはヘリブースターとは違って、垂直にジャンプした後に水平方向にもスライドできるようになってるんですね。ほんとヘリブースターとは一体何だったのかというくらい、ジェットブースターが扱いやすくて困る。どこだったっけ、はい、到着。水を大量に溜め込んでエレベーター状にするとはな、アナログなんだか画期的なんだかよくわからないシステムですが、泳げない人には絶対突破できないセキュリティと考えると意外と頑丈なのかもしれない。めっちゃ寒そうだけどな、水凍ったりしないのかな、あの辺。そういった意味で貴重な水をちゃんと保存するための装置な気がするんだが、場所を移動するためだけに使ってよかったのか、謎は深まっていくばかり。ああ、爆弾が近づいてくる。コンベアの上に爆弾を乗せて右往左往させている。ここの担当者の気持ちが知りたい。ああ、またいる、帰る、やめて、あなたたち血も涙もないのに、血も涙でもないことはない、血はあるけど緑色なんです。謎の生命体の血が緑色なのはなぜなんだ、やっぱり赤の捕食だからか、赤と対照的だから人間とは違う存在を出すためにわざわざ緑色にしているのか。お金が溜まってゆく、おっと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 、はい、ブラックさん、痛いよ、もう着地狩りやめろし、俺もな、スライドができればな、着地狩りはされずに済むんだけどな、なんて思いながら素直に受け身術を使っていれば良いのです。ラチェットも受け身術使えればいいのにね。さっさっさ、よし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 、また爆弾が右往左往している、行くぞい、あ、ちょっと怖いけど、オッケー。なんだかんだこの体力が1だけ増えているのが意外と安心感あるな。1回分余分に生存できるというのが、こんなにも安心感をもたらすものだったなんて。謎の機械、意外と謎の機械に何も意味がないこと多いですからね、このゲーム。さっさっさのさっさ、さあ到着、今日のお目当てはこちらです。こんにちは、あらまあ、かわいい、ああ、あなた天使みたいね。天使じゃなく人型ロボっす。ユーモアあるわね。いや、堅物なのさ。そうかしら、あなたに似合いそうなものがあるのよ。え？ハイドロブースターってどうかしら。水中で動くのに便利そうっすよね。欲しくないよ。2000ボルトでハイドロブースターにバージョンアップする。毎回そうだけど、バージョンアップすっごい安いな。良心的ってレベルじゃねえぞ。ハイドロブースター、これでクランクのバージョンアップは最終段階まで
戸田です。やっぱ思った通り、あなた超可愛いわ。ありがとうっす。そういうお嬢さんも可愛いっすよ。話は済んだかい？ジェラシー？今度来るときはゆっくり一人で来てね。ハイドロブースターは水に入ると自動的に装備されます。水の勢いに逆らって泳ぐことができますということです。やったね。以前に手に入れた O2 マスク、水中で呼吸が無限にできるというあれですね。それと組み合わせることによって水中での機動力が格段に上昇しました。とってもいい感じです。ところで俺どこまで進めたんだったっけ。あれ、さっきこっち行ったんだったっけ。いや、行った覚えがない。こっち行ったんだったっけ。いけない、もう何をやったのかが思い出せなくなってしまっている。助けてー。急がば回れってやつだな。ハイドロブースターを装備していても極寒の海に飛び込むなんて正気じゃないぜというわけだ。待ってー、フラグが復活しているんですけど。よいしょ、どっから湧いてきたし。よく考えたらブラーグな、こんなクソ寒い中で半袖だからな、たくましいったらねえわ。その生命力で毒ガスの中でも悠々と生き残っていればいいじゃない。移住惑星を探すとか別に良くない？そうは思いませんか。シレット対処したけど、ここなぜかジライングラブ的な何かが飛んでくるんですよ。警戒しておかなくちゃ。はあ、まあ敵の猛攻、敵の猛攻です。やめてー。ラジェットの人生は幕を閉じたのである。またここからからよーん。基本的に最後のやり直しポイントから再開なので、ふんふん、はいよっこいしょ、はいよっこいしょ。前に進まない限りはどんどん同じところからの再開になってしまう。そして今木箱を壊してもお金が出てきませんでしたね。なんかこの復活には限りがあるというか、多少の制約があるらしく、復活してもお金が出てこないということは結構あります。さあ、ヘリコプ、あれ？ヘリコプ？コプター！君はコプターくんだね。オッケー。ああ、一発で倒せるんだな。意外と脆いな。戦闘機よりは弱いのか。ヘリコプターはな、プロペラの部分を破壊されてしまったら大変なことになるから、そういった意味で他の戦闘機よりも脆弱性があるのかもしれない。オッケー。爆弾グラブ君も火力は十分。ちょっと待って、この辺またヘリコプターが出てきたような記録があります。なんとなく覚えているよ。覚えて？覚えて？本当に？覚えてるじゃないか。覚えているというのに。ふぅ。オッケー。乗っていた戦闘員からすれば全くオッケーではない状態を作り出し、いざ先で進んでいく。この惑星に来た目的としては、この、プラネットバスターをなんとか使用的なところが目的なので、そっちに向かわないといけなかったんですね。ようやくやるべきことを思い出した。ヒーローの鏡。ちょっと待って。いるよねー。あからさまに怪しいところを見ても思い出せないほど、俺は無能ではないぜ。危ない。ふぅ、助かったぜ。ヘリコプターさんいる？いろんな機械が上下に動いているから、ヘリコプターと勘違いしそうになるけど、うわ、ばー。突然、こんにちはしないで。突然、こんにちはしないで。ハンガー。仕方がない。君たちに、とっておきの最強兵器を、お見せするときが来たようだね。食らいなさーい。もういないかい？もういないね。よし。これでいいかな。この上なんか怪しいけど。ここからは登れないっぽいね。登れる場所を探しましょう。スパッとね。こっから行けそうじゃない？あ、行けそう。ここでちょっと高度を稼いでおいてから。はい、垂直飛びしてから。スライドして。届いた。お金は大事です。ハイドロブースターはめちゃくちゃ安かったけど、他で、お金を使うときに困るから、常にたくさん用意しておきたいところ。よいしょー。
ジェットブースターくんの腕のみ、ちょ、突然消えるのはおやめだって。危ない。そうでなくても、あ、自力対処できるように、常に。センサーは張り巡らせておかなくっちゃね。ファイアバーナー強いな。序盤しか活躍できないと思って、そういうこと言ってたんですけど。そんなことは全然なかったね。なんだあれは。めっちゃ整列してる。朝の集会中かな。今日も一日頑張っていきましょうみたいなことを隊長が言っているのかもしれない。はい、倒して。危険です。位置バレました。めっちゃ見てるんですけど、どうするの？そんなお困りのあなたに、こちらがございます。悪魔グラブ。今まで全然使ってなかったからせっかくだし使おうか。はい、ぴょろんと巻くと。いってらっしゃーい。壁に隠れながら敵を殲滅することができてしまう。おお、意外と役に立つね。こういうのは大抵、ものすごい数一度に出せるとか、地上だけじゃなくて空中も対処してくれるとか、そういう性能の上がり方をするとより強くなっていくんですけど、地上だけでも敵が多い時には役に立ちますね。なんかこの開けた空間、すごいヘリコプター日和な感じがしますよね。警戒して。いるかな、いるかな。ビッグボスは行ってしまったっす。待った、あそこに回転砲台があるぜ。おいらの考えわかるだろ。まったくわかんないっすよ。こっちでしたか。その前にちょっと待って。いたよ、やっぱりヘリコプター日和じゃねえか。痛いよ。地味に食らっていく。あそこにちょっとお金があるので回収しましょう。トラップはファイヤーバーナーでやり払ってしまえばいいのです。お、いいね。さてではラチェット君の考えを実行しましょうか。俺らの考えわかるだろう。全くわかんないっす。回転放題があるのでこれを利用してプラネットバスターを破壊してしまおうという作戦です。行くぞ。やめて。ヘリコプターもこっちを見ているし、この左のやつはレーザーではなくて自分の体力です。食らうたびに減っていき、最終的になくなると終わりです。ちょっと待って、敵のヘリコプターがすごい多いです。借りつけてくるのが早くないか。やめてってば。めっちゃいっぱいいるんですけど。あーん、あーん、やめて。なんとかしなくては。ここのコツは、このヘリコプターを常に注意し続けつつ、適度にこのプラネットバスターを攻撃し続けることだと思いますが、プラネットバスター側からもこのちっちゃいポコ玉が、白いのがぴょんぴょん飛んでるので、油断はなりません。待って、待って。ヘリコプターさんやめて。結構痛いんですよ、この赤いやつ。ぐわー。やめて。あ、今回は厳しいかもしれない。ヘリコプターさん。あ、命、命。終わってしまった。とまあ地味に難しいので、これは。慣れるまでよくやりましょう。で、昔はあんまり考えてなかったけど、もう一つコツがあるとすれば、この敵のプラネットバスター側の戦艦の撃破は一箇所を狙って集中的に削っていった方がいいかもしれない。やめて。もうヘリコプターが多いよ。ヘリコプターの処理を優先しつつ、優先しつつ、優先しつつ、この一箇所を集中的に狙って、素早く、砲台の数を減らすのに集中するといいのかもしれない。待って、狙いがすげえつけづらい。モン。おお、でもいい感じに減ってますね。ダメージの食らい方がさっきとあんまり変わってないんですが。もうやめってば。さあ、どうかな、どうかな。というか、お尻半分がなくなっているのに、なぜ自立できるんだ、この戦艦は。真ん中がいなくなっていく。もはやどうやって飛んでいるのかすらわからない状況。あとはこの先端の部分を破壊すれば終わりです。なんか見てるんですけど。やめて。こっちを見るんじゃないよ。こっちを見るんじゃないよ。でも戦艦側のポコ玉が数減れば、割と対処はしやすいかもしれない。
放っておいてもそこまで被弾が痛くないというか。待って、この自動砲台の弾が出が悪いから時間もかかるし、結構偏差打ちしないとヘリコプター撃ち落とせないので、やべえ、あとちょっとなんだって。もうちょっと待って、もうちょっと待ってくれたらご飯あげるから、ご飯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 やって。あぶねえ。できた。さあ、これから困難な任務についてもらおう。ムーンベース G を出発し、強力な武器を山ほど積んだ戦艦で奇襲をかける。目標は武装もしていない哀れな惑星。哀れでも情けはかけるな。動くものは全て消せ。そしてゴーダシティの動力源を制圧したら動かないものも全て消せ。では楽しんでやれ。簡単だ。ムーンベースに急いでボスを止めるっす。いや、クォークを捕まえにムーンベースへ行くんだ。ボスとクォークは一緒にいるに決まってな。でもボスの方が絶対ヤバいっす。ムーンベースに急ぐっす。同じことだよ。いや、同じことっす。いや、いや、まあいいや。なかなかユニークな掛け合いですよね、これ。同じことっす。結局同じことを言っている。なんだかんだ仲良くなってきたね。といったところで、今回はこの惑星方面を完全制圧したところで、ここまでとなります。あれ？ゴールデンボルト1個足りなくない？なんか回収できるポイントがあったはずなんだけど、ちょっとそれだけ見ようか。うん、ゴールデンボルト探しをしたけど、よくわからなかったので、今回はここまでにしておきましょう。一応次のを確認してからにしようかな。ムンベース G の方でしたね。オルタニス軌道。ムンベース G。次の惑星はこちらですね。ちなみに方便の？やっぱりゴールデンボルト1個見つけてないな。あとはそれだけなのですが、まあそれはまた今度じっくりといろいろとやっている時に集めるとして、今回はここまでです。ありがとうございました。